カツラを取り扱う前のカツラに対するイメージはどうでしたか。ちょっとわかんないな。また実際にカツラを取り扱ってみてどうだったかっていうのを教えてください。はい。カツラ取り扱う前のイメージはどうでしたか。その前からどちらかというとやはりある程度できたこの線をお客様からご依頼を受けてお渡ししたりとかはしてたんですけど、ウィズさんにこの仕事に関わるようになってからは本当に自分で全てデザインするようになってきたので、ある意味逆にいろんなことができるので、なんかこう逆に面白いなとか、こんなことができるなとか、いろいろ可能性を感じるようになってきました。はい、ありがとうございます。